柴犬ルル、室外骨脱臼、カテラについて聞いてみた。定期検診で、カテラではないですよね、と質問してみた。軽い気持ちで、他人事で。左膝はずれていると言われる。なんですと？膝の作りです。室外骨は膝の裏側にある白くて小さい骨です。溝にしっかりはまることで足を正しい角度に保ちます。外れると痛くて足をつけなくなったりキャンキャン泣いたりします。ルルも小さい頃坂を走っていた時、急に足をかばってキャンキャン泣いたことがありました。多分あの時外れてたんでしょうね。足に傷もなく10分ぐらいで治りました。外れていると違和感があるので、自分で後ろ足を後ろにピンと伸ばして治そうとします。外れやすければ外れやすいほど慢性的にツルツルいっている状態なので、本人としても激烈な痛みは感じていないそうです。膝の状態が良ければこんな感じで座ります。人間も膝に痛みがあると正座ができなかったりしますよね。パテラの座り方、横や前に足を投げ出すのが特徴です。中堅端行はパテラじゃないですね。問題なのは痛がるかどうか。痛みがない場合は積極的に手術は進めないそうです。予防としては、膝の周りの筋肉をつけて、その膝を支えてあげること。発症までにサプリ、コンドロイチンなどで予防する。ドッグフードに混ぜるタイプ、人間のサプリのような形状のものもあります。以上です。この減価償却した感のある首輪、見納めとなります。次回は新しい首輪でお会いしましょう。